はようございます。12月1日金曜日の朝です。12月に入りました。師走です。まあ心がちょっとわさわさし始めるかもしれないですけれども、ゆっくりとハーモニー体操で心を穏やかに12月を迎えましょう。では仰向けになってください。床に体を預けてください。呼吸に気持ちを向けてください。呼吸で体はどう動いていますか？どこが大きく動いていますか？頭を左右に傾けてください。はい、頭の動きをやめて右を下にして横になってください。両膝はお腹の方に曲げて重ねてください。左足を右足の前の床に置いてください。はい、今週やってきた動きです。膝を床から浮かせたり、戻したり。ゆったりとこの動きを何度か繰り返してください。で、この動きをしながら、足の裏を床につけていきます。左足の足の裏を床につけながら、右足の左側に足を持ってきて、膝が立っている状態、体は仰向けの状態になります。ゆっくり優しく左足の足の裏を滑らせて、床の上を滑らせて、右足の前に左足を出して、膝を元の位置に戻してください。優しく優しく。左足が右足の左に動きます。足先は床を離れずに、骨盤はいつ動き始めますか？戻ったところで呼吸をゆっくり 2,3 回して、体の力が抜けていくのを感じてください。そしてこの抜けた体のままゆっくりと膝を浮かせながら、足の裏を床につけていって、その足の裏を滑らせながら、左側に移動して膝立ての状態になります。股関節はどう動いていくでしょう？上半身も一緒になって仰向けのようになっていってください。
戻ったら一旦動きをやめて、今度は顔は正面の壁を見たまま天井の方に向かって転がさないでやってみてください。顔は正面を見たまま、左の膝が床から浮いていって、足の裏が滑って右足の左側に、左足が移動していきます。尾底骨から頭蓋骨までつながっている背骨、どのあたりが一番大きく動いていますか？股関節、骨盤の動き。肩甲骨にも動きはあるんでしょうか？では、横向きになったところで、また顔も一緒に天井に向けて転がしていったり、戻ったり。最初に比べて、この動き、少し滑らかになったでしょうか。では、仰向けになってください。体の右側と左側を比べてください。骨盤は床からの距離、どちらが床に近いでしょうか。肩のつき方、足の長さ、比べてください。逆を向いて同じような体勢をとってください。右足は左足の前の床に置いて、ゆっくりと膝を浮かせたり戻ったり、楽に楽に。ゆったりと滑らかに動ける範囲で動いてください。徐々に右足の足の裏が床に近づきながら、ずっと床を滑って、右足が左足の右側の床に移動してください。そして膝が立っている状態、上半身も天井を見ていてください。そしてゆっくりまた足の裏が床を滑って、左足の前の床に移動して、膝も元の位置に戻ります。上半身もこの動きに うまくお互いがお互いの動きをやりやすくするような動きで、滑らかに体を転がしてください。時々は床に戻った時にゆっくり呼吸をして、力が抜けたなと思ったら、その力が抜けたまま この動きを繰り返してください。どこか一箇所の力に頼ることがないように、体全体で動いてください。横向きになったところで一旦ストップしてください。今度は顔は転がさず、顔は前方の壁を見たまま、同じように右足が右側に移動していきます。そうするとさっきに比べて上半身の動きが変わりますね。背骨、
どのあたりが一番大きく動いていますか？右足が右側に行ったところでストップして、頭を天井に向けたり床に向けたり、ゆっくり転がしてください。そうすると上半身はどう動きますか？顔が天井に向いたところでストップ。そしてゆっくり足と顔が元の位置に戻ってください。そしてゆっくり呼吸をして、そしてまた右足が膝が浮いて足の裏が床を滑って移動します。最初に比べてこの動き滑らかになりましたか？ではゆっくり動きをやめていって仰向けになってください。床に体を預けてください。呼吸を楽にして、今日最初に仰向けになった時と比べて体と床との関係はどうでしたか？床についている面積は増えたんでしょうか？骨盤の位置はどうですか？ゆっくり骨盤を動かしてください。そして骨盤を動かした時に頭を骨盤と逆に動かしてみてください。体全体が滑らかに動くでしょうか？はい、では動きをやめて起き上がってください。はい、先生が走ると書いて師走、ちょっと小走りになる、そんな季節になってきました。足元軽やかにいきましょう。ではいってらっしゃい。